それでは有田哲平さんにまずはですね一言ご挨拶いただきたいと思いますけれども公式アンバサダー日本初というすごいことになりますけれども、はい、今どんなお気持ちですか、はいあのー、とても、えー、重大な役ということをちょっともう軽い気持ちで今日来ちゃったんですけども実はすごい重大な役割だということを今聞きましてすごく緊張しています皆さんよろしくよろしくお願いします今日よろしくお願いいたします、うん、聞くところによりますと有田さんはセブンの大ファンでいらっしゃって、はい、ということですよね もうえーまあ、ずっと子どもの頃からあの親とか家族の影響で,あのなんですかあのショーン・コネリーの時代とか、えーまあ、自,分自分でお金払ってみたのはやっぱあのロジャー・ムーアの「私の愛したスパイ」とかあの辺とかは見に行きましたけどとりわけやっぱダニエル・クレイグの,あのシリーズになってからこ、まあ、今回で4作目ですけど大好きで、はい、もうあのブルーレも全部揃えて。 あのー、映画館にも行って大好きなので、とても本当に光栄です、ありがとうございます。はい、では、これより大役を仰せつかったということになりますので、早速ですね、これから007スペクター、公式アンバサダー任命式を執り行いたいと思います。ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメント・ジャパン、映画部門代表、佐野紀明より任命状をお渡しいたします。 テッアイニショーアル・リスアリタヒューバイ・ポンテスペクター・委任アリタ・テッペイ・ドノ、記念は芸能界ドイツの007映画のファンとして知られており、この度日本で12月4日公開の007スペクターの公式アンバサダーとして、 ダブローセブンシリーズ第一作「ダブローセブンドクター w が1962年10月5日にイギリスで初上映した記念引きジェームズ・ボンドの日にここに任命いたしますなお殺しのライセンスは発行いたしません <laughs> え4プロダクション「ダブローセブンスペクタープロデューサーマイケル・ー・ウィルソンバーバラ・ブロッコリー」おめでとうございます えー、なお、えー、アンバサダーの任務とは一つ007スペクターアンバサダーは007スペクター公開までのそのアピールに尽力をすること一つ今後展開,、えー、開催される007スペクターイベントにおいて重要な重要な役割を果たしイベント成功に貢献すること一つ自身の理想の男性像をジェームズ・ボントと掲げ英国風タクシードに 大きこなし、公使館バサダーにふさわしい立ち振る舞いを身につけるべく。えー、精進すること。以上です。何卒よろしくお願いします。おめでとうございました。佐野代表ありがとうございます。はい、有田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと見せてください。初めて見ました。これ、はい、本当に世界で一つしかない。状況で、しかもダブルのプロデューサーのバーバラブロッコリーさんの。 名前が入っているという。これ本物なんですよね。これは本物、これは本物と何度も言いましたんで、<laughs> 今まで,で多分偽物みたいのもあったんでしょうね。<laughs> ええー、これは本物みたいです本当に。<laughs> はい、でもどうですかご覧になって、鉄平ありたのしっかりと書いてございます。いや,いやなんかね大役なんですね。はい、よせいっぱいやらせていただきますけどもはい。 ちなみに有田さん先ほど佐野代表が、はい、あのそちら読み上げてる際にお話ししておりましたけれども、はい、まずイベント成功に貢献することというような、はい、お題がございました、はい、公式アンバサダーになったら、はい、何かこう考えてらっしゃることとかございますかそうですねやっぱりあの大々的な、えー、イベントみたいなものを、えー、公開前にやっぱちょっと考えなきゃいけないなと考えてるところでございますしまあプライベートでまあ 飲み会の席なんかでもえ何かとさりげなく007のえ宣伝なんかも入れつつですね <laughs> <laughs> あの番組なんかでもあのちょっとやらせてい頂いる番組なんかでえ告知みたいな感じでやるとなんかやらしいのでなんか最近あれ見たんだ俺も面白かったなみたいな感じでさりげなくどん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 サブリミナル効果的に入れてていこうと思ってます細かく刻みながら、はい、はい、ありがとうございます。はい